それじゃあ、行くぞ。ああ、日向ぼっこか、レン。ああ、今日は天気がいいだな。うん、悪い、遅くなった。待ったか。お疲れ。そんな待ってない。そうか、よかった。これ買ってきたから後で食おうぜ。それとも腹減ってるなら今食うか。いや、後でいい。
そうか。そんじゃ、ちょっと準備するわ。元気か？ああ、ベニー、邪魔してるよ。あの犬コロはどこだ？そこで日向ぼっこしてる。おお。お待たせ。そんじゃあここ座ってくれ。髪触るぞ。うん。大丈夫か？痛かった？大丈夫。器用だな。お褒めに預かり光栄だ。ま、これで食ってるからな。アオバ。うん？本当にいいんだな。一度ハサミを入れちまったら後には引けないぜ。どうした？いや、だってさ、前にもそれと同じようなこと言ってたから。いつ？いや、まあ、いつっつうか。なんだよ、言えよ。お前が鼻血出した時のさ、
覚えてねえの？いや、今思い出した。けどな、そこでいちいち鼻血を出さなくてもいいだろうが。ごめん、あんまりにも印象的だったから。それはともかくさ、いいから切ってくれ。お前が俺の髪を切りたいって言った時から俺はお前に切ってもらうって決めてたんだから。青葉、それじゃあ行くぞ。ああ、よし。うん、手に冷たい汗かいちまったぜ。どうだ？ああ、短い。まあそりゃそうだよな、切ったからな。気に食わねえか？いや、悪くないかな。さっぱりしたし。そうか。よく似合ってる。どうも。さすが俺だな。ってなんだよ、自画自賛かよ。いいだろう、本当に似合ってるんだから。まあ
お前の長い髪も好きだったから、ちょっと残念ちゃ残念だけどな。どっちだよ。切りたいって言ったのお前だし。あ、そりゃそうなんだけどな。俺がお前の髪を切るってこと自体に意味があるっつうかな。ん？そうなの？よくわかんねえけど。俺の自己満足の話だよ。でもお前は長いのも短いのもどっちも似合うな。ま、どっちだろうと惚れてるんだがな。言ってろカーバ。俺も手伝おうか。お前は客なんだからおとなしく座ってろ。普段はあんまり意識してねえけど、髪って重いんだな。不安になるくらい軽いわ。バッサリ切ったやつは大体みんなそう言うな。風呂とか楽になるぞ。何やってんだよ。ん？後片付けだよ。そうじゃねえよ、紙だよ。今その箱にお前の紙しまっとこうと思って。は？なんだそりゃ、キモいだろう。キモいってお前、俺にとっちゃ大事なもんなんだよ。でもただの紙だぜ、捨てろよ。あのな、いいか青葉、お前の髪を切りたいってのは俺の長年の願いだったんだ。節眼ってやつだ。それは前から言ってあっただろ。まあ、うん。その願いが叶った記念って言い方するとなんか違うんだけどな。とにかくこの紙は俺にとってめちゃくちゃ価値のあるもんなんだよ。お前にはただの紙かもしれねえが。紙なんてどうせまた伸びるし、切るのがこれっきりってわけじゃないんだぜ。何もそこまで真剣にならなくても。お前な。青葉、そろそろいい加減分かれよ。俺がどれだけお前のことを。なあ青葉。ん？お前とこういうことになったよ。分かったことがあるんだよな。なんだよ改まって。変な話をするようだが、俺昔から髪の長い女がやたらと好きでよ。髪は女の命なんて言うし、
女らしさみたいなのを感じてるからだろうって自分では思ってたんだけどよ。今になって思うと、それって結局は…待った！もういい！恥ずかしいから、それ以上いいから！あ、でも勘違いはするなよ。これだけは言わせてくれ。お前が髪長いから女みたいに思ってたとか、そういうんじゃねえから。なんつうか、その…お前が好きだから、お前の髪も好きだっつうか。だから、恥ずかしいって言ってんだろうが、お前な。ああ、もう！風呂、髪払いたいから借りる？おう。公爵。ん？風呂、覗くなよ。覗かねえよ、バカ。でも、もしお前が入りたいっつうなら、それは別に、構わねえけど。え？うわとりあえず、風呂入ろう。
入るぞ。